こんにちは、メイプルです。今日はトム・フォードの9月13日発売のアイカラーコード、そちらからこっちのピンク系のねローズベール、こちらを使ってメイクをしてみました。あとね、このリップもね購入してました。こっちはね、6日に発売になってリップカラーがねリニューアルされたんですが、その中からね新色をこのローズベールにいいんじゃないかなと思う色を選んでメイクをしています。一応ねショートには装置も上げてるんですが、この後装置も見ていただいてからメイクに続きます。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではスタート。
チャンネルメイク終わりました。今日はね、9月13日発売のトムフォードの秋コスメから 02S のローズベール、こちらのねピンク系のパレットを使ってメイクをしてみました。仕上がりは、もうね全然迷うことなく使える、とっても使いやすいパレットです。久々にねこういう可愛いピンク系の、こうスモーキーじゃないしダークな感じじゃないしっていうね、こういうパレットが発売になったので、ピンクがね好きな方は歓喜に沸いてるんじゃないかと思います。でね、今日はねこのプライマーも使いました。特にマットアイシャドウとかのね発色が良くなるので、私がよく使うのはマットアイシャドウで鮮やかな綺麗な色を使う時にねよくベースに使います。でこれと一緒にパープル系のね 01S メタリックモーブ、こちらもね同時に発売になるんですが、そちらも購入してるのでメイクもねまた改めてアップしたいと思っています。ここがねピンクにゴールドの変更が入っているので、なんかね見た時に廃盤になったスフィンクスに似てるなって思って、じゃあこれをベースに使おうかなと思ったんですが、ピンクのマットもちょっと活かしたかったので全体には塗らずに、こっちの目頭から中央ぐらいまでにしかね使いませんでした。なのでこう全体的にこうツヤっとしたいなっていう時は、ここの色を最初にね全体にのせてベースにするっていうのいいんじゃないかなと思います。それでスフィンクスとね色比較してみようと思います。これね廃盤になっちゃったので、なんかねアウトレットとかで見かけるっていうお話はね聞いたことあるんですが、今もちょっとあるかは分かんないです。あとねNARSのオーガズム、あれとも似てるんじゃないかなと思ったので、ちょっとねこっちも出してみますね。スフィンクスは結構ゴールドでしたねここがスフィンクスで、ここがね今回のローズベールの右上で、これがねナーズのオーガズムになります。ナーズのねオーガズムが一番発色いいかも。でもねちょっとねこことここは色的にね似てます。なんか髪がねちょっともさっとしてきて気になってる方多いかもしれないんですが、10月にねちょっとバレエのプチ発表会みたいのがあって、今ね伸ばしてるのでちょっとね10月終わるまで切れないので、ちょっとねぼさっとして見苦しいかもしれないんですがご了承ください。私がね言うまでもなくピンク好きな方はねもうしっかりご予約してね購入されてるかと思うんですが、もしね万が一店頭でね見つけて迷ってた方はねこれ買った方がいいと思います。すごく可愛いです。インソレントローズは大人のちょっと生意気になってきた大人の女性っていう感じがあるんですが、こっちはねなんかこう愛されピンクっていう感じです。でアイメイクはねほんとサクサク決まって、アイライナーもマスカラもねもうこれしか思い浮かばなかったので、アンミックスのセーブルと B アイドルのアイドルグレージュを使いました。あ、そう、あとねチークもね迷わずに、もうねオーガズムしか思い浮かばなかったので今日はねオーガズムにしました。これツヤがね綺麗なのでハイライトはね特に使わなかったです。なんかねそんなにこのままでも大丈夫そうなので、今日ね下地とファンデーションねアディクションにしてちょっとねツヤ系ツヤマシマシにしたので、この辺ねハイライトもういいかなっていう感じなのでこのままでいきます。リップもね購入しました。今回ねリニューアルされたリップカラー、こちらから新色のランウェイローズ、色的には既存のね色とそんなに変わらないって聞いてたので、できれば新色が欲しいなと思ってね、このローズベールにだったらカサブランカかこのランウェイローズかなと思って新色のねランウェイローズにしました。テクスチャーは前に比べてねやっぱり保湿感強くなってます。前も言ったんですけどねっとりっていうか本当にこうべったりってなんか言い方おかしいですけど、本当にねこうリップクリームとか下にね塗らなくてもこれ一本でも今日はねもう全然唇荒れないなっていう、そういうね安心感のあるテクスチャーです。今日はリップペンを使って輪郭をね取ってから塗ってみました。こういうねしっかり色がこう乗るタイプ、透け感のないリップの時ってやっぱりねリップペンシル使って輪郭取ってから塗るのがね一番
綺麗に簡単に塗れるんじゃないかなって思ってるので、こういうねしっかり色の出るリップの時は忘れない限りはねリップペン使うようにしています。でメタリックモーブに合わせてもう一色ねリップ購入してるんですが、メタリックモーブのねメイクの時にご紹介したいと思います。そっちもね新色を買いました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。